はい。吉田隆の教え方チャンネルです。えー、今日はですね、えー、ヤフーニュースから一つニュースを取り上げた話をしていこうと思います、えー。こんなニュースなんですけどもね、えー。学校プール管理の外部委託検討を相次ぐ止め忘れで、えー、文科省が通知ということなんですけどもね。えー、7月11日にこう出されたものなんですけどもね。 えー、ちょっと内容を読みますね、えー。全国の学校プールで教員が水を止め忘れる事案が相次いでいることを受け、文部科学省がプールの管理体制を検討するよう求める通知を全国の教育委員会などに出した。10日付け、えー、管理業務の外部委託など教員の負担軽減につながる対策を検討するよう求めていると。えー、ということなんですけどもね。 えー、プールについてはですね、これまで何度も私話をしてきたんです。えー、現実にね、えー、私体育診療やっていました。で、毎年ね、プール管理についての講習会があって、塩素系の薬剤をね、えー、もらって、えー、帰って、えー、ね、えー、それを投入すると。それからオーバーフロー、水の管理なんかも全部自分に任されていました。で、よく言われたのがね、その水道代がものすごくかかるので、絶対にね、 あの、もう締め忘れがないようにと。それからプールの水をね、抜くときに一度にたくさん流すとね、周りに迷惑がかかるから注意しなさいというふうに受けて帰ってね、えー、帰ったおばあやるんですけどもね。で、もちろん当番を作ります。当番を作ってね、えー、先生方に助けてもらいながらやるんですけども、一日の最終チェックももちろん体育主任がやって、それから管理職に渡すってことなんですね。これ大変な業務です。えー、それからね、 えー、共闘時代、このプールの管理にも当たったんですけども、プール管理、これもね、えー、決して安くはないです。ちょっとした修理にね、莫大なお金がかかってきてしまいます。で、傷んでくると補修も必要になるということなんですよね。ですから、コスト的に見てもですね、もう外部のね、プールを使った方が私はきっといいと思うんですよね。 えー、それから指導についてなんですけどもね、これももう現場でたくさん見てきました。私若い頃は一度に200人ぐらいの子供をね、25メーターのプールに入れさせていました。先生方5人ぐらいで役割分担をしてつくんですけどもね、もうほぼ限界っていう感じでしたね。一方ね、非常に小さい学校にも勤めたんですよね。これはですね、指導する先生は一人しか、 出しようがないんですよね。で、結局管理職が、あの、ついて、監視業務をすると、安全管理をするというようなことをしていました。えー、まあ、それがですね、まあ、ある小さな町のね、えー、市町村の学校に行って、そこはですね、えー、まあ、集中的に、こう、スイミング、水泳のね、練習をするっていうプログラムが組んであって、そこにはですね、民間業者、スイミングスクールの先生がやってきて指導されるということでね、 私結構ね、水泳指導自信あったんですよ。ですがね、まあ、ああまあその先生は何でもね、あの、福井県でも特別にね、有名な先生だったらしいんですけどね、まあその指導の見事なことを見ましてね、これはとても叶なわないなと思いましたね。もちろんついてこられる先生も非常にね、指導が上手なんですよね。あのレベルまでね、普通の教員はまず私はたどり着けないだろうと。 いうふうに思うんですよね。というのは、スイミングスクールの先生方ってもう現実にねえ、子供から大人まで全部プールで指導しているわけなんですよね。まあ私たちで言うならば実践家なんですよね。だから本当に確かな技術を持っているんです。 そうであればですよね。もう福井県なんかでも若,若干いくつかの市町村で始めてるんですけども、もうプールをね、古いプールを更新せずに、ね、近くにある民間業者、スイーミングスクールに委託してやっていくんだということなんですけどね。指導のメインは、あースイーミングスクール等に委託して、教師はね、サポートと安全管理に徹すると、その方がきっといいと思いますね、えー。現実にですね、もう雷が鳴るとプール入れません。 それから最近は高温のためにプールに入れないっていう事態も生じてるわけなんですよね。えー、そう考えるとね、えー、スイミングスクリーンに委託するっていう選択肢はね、えー、大いにありだと。ぜひね、こういうことを進めていっていただきたいと。まあ何度も言うんですけどもね、に現実にね、教員の数って増やしてもらえないんです。全然。 となればです。これまで教員がやってきたことを見直して減らす努力をしていかなければいけないというふうに思います、ね。古いプールのと,ところからね、徐々に徐々に私は外部委託をしていった方がいいと思いますね。まあ、夏休み中のね、民間解放っていうのがあるんですけども、これはね、あの、管理者である市に任していけばいいと思いますので、そういう形でね、せっかく文部科学省がある、 数値が出てるわけですからね。ぜひね、外部委託っていう線をね、考えていただきたいなというふうに思います。はい、えー、なおですね、ちょっとコマーシャルなんですけども、7, 7月27日に、 えー、作文指導の進め方というね、セミナーを計画しております。えー、セミナーの良さはですね、何といっても先生と私が直接やり取りをしながら進める。そしてですよね、授業の動画なんかを実際に見ていただいたり、私自身の無擬授業を受けていただくということですね、動画配信にはない学びがあると思いますのでね、ぜひね、たくさんの先生に参加していただきたいと思っています。 授業づくり講座24作文指導の進め方令和6年7月27日土曜日午前9時半から午前11時30分まで Zoom で開催します参加費は1000円ですたくさんの先生の参加お待ちしております YouTube 動画とは別に、えー、吉田隆チャンネルというホームページを運営しています毎月行っているセミナーの案内、えー、教科単元ごとの動画へのアクセスリンクなんかもありますのでぜひご登録をお願いします ご、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方いいねボタンをクリックそしてチャンネル登録をお願いします。